皆さんこんにちは、アミーゴ TV の鈴木亜美です。もう2021年も終わりということなんですけど、まあこのアミーゴ TV が始まってもうすぐ1年になるにあたって、これまで食べてきたものの中で私にとってのベスト3、まあ、辛かったもの含め、まあ美味しかったっていうのも含めての全部ひっくるめての私の中のトップ3を発表していきたいと思います。アミーゴ TV、私の中でね、もう殿堂入り、はい、しましたもの、これもう永久に私の中で殿堂です、殿堂入りです。それがですね、やっぱり鬼金棒です。スパイスがね、真っ黒なの。うん、ガツンと、あーもうね、もう最初の一発でもうね、このしびれが止まらん。ビリ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 、私がまた食べに来るって、私が最後の一人になるもう私の中でこれはもう永久にこのうまさ、もしかしたらこの先ね、未来ね、美味しいもの出てくるかもしれませんけど、今もうしびれのベスト、辛さのベスト、このめちゃめちゃいいバランスがあるの、私の中ではもう鬼金棒がもうナンバーワンです。美味しくこれからもいただきたいと思います。こっからですよね、ちょっとね迷ってんだけどね、これとこれと3位がこれでしょ。そう、まあ、じゃあまず3位、第3位です。まあいい勝負でしたね。私の中でもね、ちょっといろいろ見てね、思い出してんですけど、まあ、お店もいっぱいねあったんですけど、やっぱりこれですね、インスタントカレー18禁デンジャーです。みんなよく見ててね、もう一度食べるのを考え直してください。あ、これはね、なんか分かる匂いする。いただきます。うん。うん。噛む。ここまで来ると変わんないね。うん、ここへ来て、来た。最初のやっぱパンチがやっぱすごかったんだね。もうボスですね。私の中でボスです。もう作った人の顔が見たい。今は本当それしかないです。もういろんなところでテレビでもね、取材でもいろいろ言ってきました。もうこれが一番辛さやばいです。これが販売されてるなんてことを知った時に私はもうどぎもを抜いたってね。そう、チャレンジメニューでもなく普通にこれが発売されているって、その恐ろしさが私には恐怖なんです。だから私にとって第3位ですけど、ボスですね。はい、18禁ディンチャー、はい、いつかまた食べたいと思います。さあ第2位、これな、もうちょっとね悩んで、でもねやっぱ美味しかったのよ。ごま流百人町自国の担々麺の無限です。でんでんでん、あーいっぱいいるね。すごい美味しい麺が、けどこれね後半やばいよこれ。辛い、辛いですか。もう一回、うん、ごちそうさまでした。すげえ。これ第2位なんですけど、私の大好きなゆっちゃんねるのお二人のこうチャンネルを見て知ったんですけど、でもこれ無限までなんですね、私が食べたことがあるの。でこの無限を会員完食した人だけにしか食べれない、次ハバネロがあるんですよ。でまたこのハバネロを完食した人が、その上が何だったっけな、ジョロキアだったっけな、スコーピオンだったっけなっていうのが まだね上がいるんです。だから2022年はその2つを制覇しなきゃいけないっていうね、課題もあるということでね。でもこのまあ無限が美味しかったですね。もう辛さもあって涙がちょちょ切れながら食べたんですけど、でもあのごま、もうこのごまはね、私はねもう真似しようと何度も何度も作りました。でこうマックス鈴木さんとのねコラボでもね、そのごまのあの担々麺のあのうどんを作ったんですけど、もうそういう風にいろいろこうチャレンジして、私もねなるべく近いものを作れるように頑張りたいと思っています。なので来年はこれのハバネロを会員完食したいと思っています。そんな目標もあります。さあ第1位、第1位なんだと思いますか。まあいろいろ戦ってきました今まで。石黒商店さんもねやばかったですね。雷神ね、風神、次雷神、まだその上なんだよね。
これもやばかったんですけど、まあ私がちょっとギブしてしまいました。はい、東京の神田にあります麻婆豆腐東京さん、閻魔時刻滅災神名前を何度聞いても結局最後まで言えなかったっていうねそんなエピソードもありましたけど、閻魔時刻滅災神です。あー、いろんなのいるねそれがいろんな層を作っていくんですけど、6、7、7ぐらいかな。メニューの名前何でしたっけ？推進券辛いんですよね。はいやっと言った。結果の見事でした。よかった、ありがとうございます。まあ、麻婆豆腐東京さん、とても麻婆豆腐が美味しかったんですけど、その中でもなんかもうレベルがどん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 上がりまして、ちょっとあまりにも辛すぎてギブをしましたね。量もあったっていうのもあったんですけど、なのでまあいつかはねチャレンジしなきゃいけないかなとは思ってるんですけど、ギブでしたね。ギブでした。はい、足りなかった。大丈夫です、今日ご用意させていただきます。そういう流れ、これを食べずには年越さないですよ。そういう流れなの聞いてないよ。何マジっすか。失礼します。やっぱ熱々で食べていただかないと。でもなんと鶏肉って何の肉って浜田さんが司会をしている番組で、芸能人で暫定1位激辛っていうので、私が番組出演させていただいた時に、こう予選を勝ち抜いていったね選手と最後私と対決するという流れで番組があったんですけど、それでなんとこの麻婆豆腐東京さんのこの商品がなんと出てまして、でもなんとそれは私が食べたやつのさらにその倍の辛さを番組でね出してたんですよ。まあ私がだってその前のものをギブアップしてるのにそれ食べれるわけないじゃんって私的にはもう不安でしかなかったんですけど、早食いでもあったんですよね。テレビでもねよく出てきます。お出しました、閻魔地獄滅災神で、あー出た匂い。あーそうなの、何食べろっていただきますね。アミーゴ TV。 すごいでしょこのさ、えぐいよねこの色、すごいでしょ。一人前これを食べろってどうよ、いける？これを胃袋に入れるってすごいよねちょっと思い出しつつも食べてみたいと思います。すごいホワジャオのすごい香りです。いただきます。どんなんだったっけ、もしかしたらね余裕で食べれるかもしれないし。うん、やっぱ早っ、うまいけど辛いけど早い、うまいから辛い、早いけどうまいね。ここぞとばかりにこのフォアジャオを入れた感じ、うん、うん、うまいわ。あーでも辛いよ、あー辛い、うん、熱いところが余計辛い。これテイクアウト用なんでちょっと今チンしてもらったんですけど、お店だとこれがめっちゃ土鍋で熱々で出てくるんで、それこそもう地獄ですあでも辛いね、こう胃に入っていく、ちゃんと分かるわ流れていく感じが。あーうー辛い、あけど前よりなんか美味しく食べれてる気がする。やっぱりいろんなものを食べてきた成果が出てるのかな。ちょっとね慣れてきた、大丈夫だ。うんうん、熱っ、あーそれにしても辛い、汗がすごい出る、汗が。でも美味しいよ、いろんなスパイスがやっぱりたくさんで、はあ、うん、なんかあっちでグツグツやってんだけどどうしたの、なんか料理作ってんの。はい、そのシート用意したということは料理が出ます。まだあるの？あれさ、さっきおっしゃってましたよね。ん？それの場合があるって。あ、まさか、しかも何熱々にしてんだよ。マジ？アミーゴ TV。お待たせしました。もう食べる。今年最後の激辛です。うわ、すごいぞ。おしこしましょうよ。色。いやー。もう黒いもん、なんか。黒い。いやー、食べるよ、じゃあ。行っちゃってください。もうさ。その前に辛くなっちゃってるからさ、口の中がさ、でも分かんないよね、これが最後なの。あ、もう匂いが走馬灯のような、あー匂いが
熱くしすぎだよ。まあ今ついたのだけでダメだ。これね絶対ね日本一だからね、うん、日本一言ったらアジア一かもしれないぐらいの本当に半端じゃないからね。うん、うわいる。いる。うわ勢ぞろいしてる。もうほらもうブランド様々が。泣いてる。いるんだよずっと口の中に。うん、ああチャパチャパチャパ、やばい時だけ出るな、チャパ。うん、うん、苦スコーピオンとかなんかそういう苦さが強烈。ああ私の口ってここにある？ちょっとあります。ここにある？あるけど、あのいつもの唇じゃないですね。うん、鼻ってここにある？鼻もあります。鼻がこの辺に感じるんだけど大丈夫かな。ずれてないです、大丈夫です。あこれ何食べればいいですか？豆腐食べればいいですか？なんかそう、なんかいろんなさ唐辛子がいっぱいいるの。あちゃーあちゃーあちゃー、うーんうーん、ダメだこりゃ。苦い、あー苦い、苦い。心の友だ。ああダメダメダメだ、ダメ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 、食べた後のがやばいの。食べた今ぐらいから。今年もみんなありがとう。うん、あーやばい、ダメだこりゃ。うん、すごい、そんな辛いですね。無理無理、涙が、あ、あ、無理無理無理。いや、もう僕いらなくないですよね。いや、そこまでと思ってなかった。最後一緒に死のうよ。死ぬ時は一緒。激辛納めしますか。うん、アミーゴ TV。 止まらない、涙が止まらない。初めて座りましたね。もう戦闘態勢。でも立ってらんないような気がしてくる。なんか全然違う。死んじゃうから本当にトピットでいいよ。ですね。2022年もよろしくお願いします。最後いきます。はい。うわあ。やばいやばい。ああ。みんな、2021年もありがとう。アミゴ TV は来年も頑張るよ。こんな感じで聞くからも来年も頑張っていくからね。よいお年を。チャンネル登録よろしくね。また見てね。